間でした。第1ラウンドの攻防から打って変わって斉藤豊。井上選手、はい、今の思いはいかがですか。これがフェザー級の1位の戦いですか。はい、はあ、俺がやってやりましょうかね。まあタイミングがあればお願いします。小さくうなずいた桜選手でしたけれども、皆さんライジンフェザー級盛り上がってきました。今一度斉藤選手に大きな拍手をお願いします。まあ僕が挑戦するというよりは彼がやりたいっていうんであれば対戦実現するんじゃないでしょうか。自分からやらせてくださいみたいなのはないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。遠藤さん、どうやって来てしまいますか。絶対落とせなかった。